今回は仙台バファローズと柏台フェニックスに来ました。イエーイ、はい、今日はみんなで撮影やっていきます。イエーイ、こちら4人お願いします。お願いします。大河です。6年生です。おしらいです。5年生です。もこです。5年生です。太郎です。5年生です。お願いします。水野、グローバルエリート。グローバルエリート。ジームス。そして水野のセレクトナイン。セレクトナイン。そしてこちらも水野のセレクトナイン。セレクトナイン。なるほど、はい、グローブこれはいつぐらいから使ってますか？3年生ぐらいから使ってます。もう3年経つぐらいか。今年に入ったぐらいから使ってます。お、じゃあまだ新しいと。なるほど、なるほど。その選んだ理由っていうのは？なんかの選手モデル。お、選手モデル。なるほど。誰かのプロモデルと。へえー、いいね。最初に見てかっこいいなって思って、これがいいって。なるほど。お気に入りのポイントとかはありますか？取った時に、なんかそのまま後にちゃんとくるっていう。ポケットが入ってて。おー、いいね。ポジションはどこやってますか？ピッチャーとかショートとかをやってます。全部そのグローブでやってますか？はい。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。セレクトナインのお二人ということで、お、どうでしょう。いつぐらいから使ってますか？今年の7月ぐらい。おー。誕生日の前借りで買ってもらいました。前借りなんだ。早めの誕生日でもらったんだ。へぇー。5年かな、かな。去年だ。なるほど。1年ちょいぐらいか。うん。選んだ理由っていうのは？黒いグローブと茶色っぽい紐がママとお揃いだったので。お、お母さんも野球やられてるんですか？たまにちょっとキャッチボールする。ああ、いいね、いいね。メジャーも赤くてもよかった。そうだね、これね、青も入っててね、かっこいいね。こっちのセレクトナインは珍しく、あ、そうだね、赤のラベルだね。お気に入りポイントはありますか？ボールが入りやすい。おお、どういう感じで使ってますか、肩は？おお、ガシって掴む感じだね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。やってみてください。よろしくお願いします。お願いします。大太郎です。5年です。笠谷です。5年です。山本です。4年です。元春です。3年生です。はい、お願いします。水野セレクト9のダイバーシティブルモデル、はい、アシックス。水野セレクト9、はい、そしてフィールドフォース来た。で、2人はそのグローブどれぐらいから使ってますか？5ヶ月間。おお、じゃあ結構最近だね。1年間ぐらいは使ってます。おお、なるほど。で、2人この選んだ理由ってのはありますか？かっこいいから。あ、かっこいい。赤がちょっと好きだから。いいね、色。鈴木誠也モデルだ。おお、いいね。どうですか2人、そのお気に入りポイントはありますか？それですね。それいいよね、かっこいいね。このラベルいいね。あと手のひらにもね、ここにも刺繍あるもんね。鈴木誠也選手は好きですか？どちらか。はい。2人ポジションはどこですか？セカンドとかライトとか、うん、おー、いいね。ファーストとかキャッチャーとかやります。おー、なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ続いてお二人、こちらグローブいつぐらいから使ってますか？2年前ぐらいに使ってます。お、2年ぐらい、ね、今年の5、6月くらい。お、なるほど。じゃあまだ半年ぐらいか。2人は選んだ理由ってのは？黒が好きだから。お、黒、いいね。単純に赤が好きだし、決めてみた時柔らかかったから。お、なるほど、柔らかさ、噛みやすいからね。これあれだね、小指2本ですか？うん。お、小指2本で使ってる。アンド守備手。お、いいね。お気に入りポイントはありますか？このラベル、いいね、かっこいいよね。噛みやすいところ。うわ、掴みやすい。色と掴みやすさ、ね、いいね。このラベルがちょっと違うんだよね、普通ね。みんなとちょっと逆側なんだよね、閉じ方が。これ小指ね、2本でちょうどこの使いやすそう。うん。ポジションはどうでしょう、2人。キャッチャーとたまにセカンドやってます。おお。セカンド、ライト、たまにレフトシート。みんないろいろやってるね。やってるね。OK、ありがとうございます。ということで、4人ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ続いての4人、お願いします。お願いします。イエーイ。東郷です。2年です。2年生のヤトです。アンナです。大地です。はい、お願いします。お願いします。合います。じゃあ水野、そしてフィールドフォース。おー、フィールドフォース。あ、ゼです。おっと、SSK。 はい、2人はいつぐらいからそのグローブ使ってますか？今年の3月や2月ぐらいです。お、じゃあちょうど1年ぐらい使ってるかどうかぐらいかな。野球入ってから少し経ったらこのグローブ買ってもらいました。なるほど。いつぐらいから入ってた？2年が始まってから9月とか。グローブ選んだ理由ってのは覚えてる？黒色で、水野が黄色、
だから、うん、これ ね金でね、はい、金のラベル金でいいですね。気に入りのポイントとかありますか？このマークがかっこいい。フィールドフォースロゴ、このロゴがかっこよくてフィールドフォースいいね。キャッチがしやすい。おお、見やすい、いいね。ラベルだよね、これも金だからね、うん、がいいよね。金ラベルね、うん、でありがとうございます。ありがとうございます、はい、こちらは2人はいつぐらいから使ってますか？僕は6月の最後ら辺から使ってるか。もう6月の最後ら辺ちょうど半年ぐらいか、うん、1年前から使って。その選んだ理由ってのは覚えてるかな？この紐とかが赤で女の子らしくて可愛いなって思った、うん、いいねいいね、可愛いね。このマークが好きだから。 SSJ が好き。このマークですね。どうですか？お気に入りポイントはありますか？あ、ここの英語だって。英語で、ね、スーパーソフトだね。スーパーソフトね。赤と黒の色が素敵だな。あ、色がいい。色素敵ですね。ポジションは2人もまだ決まってない感じかな。ガイアとか。あ、僕はライトが多いかなっていう。なるほど。うちはよくガイアとかピッチャーとか。おーピッチャーいいね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ4人ありがとうございました。ありがとうございました。元気出していくぞー。今回のお題は野球あるあるバッティング編。いい当たり打ったのに監督見てない。本日の MVP 賞はこちら。こちらを見つから選んでいただきます。チャンネル登録はここから。おすすめの動画はこちらを見てね。こちらを見てね。